Welcome to シルビチャンネル。どうも、シルビです。Call of Duty Advanced Warfare攻略やっていきます。今回は、マップ、グリーンバンドですね。マップ攻略をやっていこうと、マップ解説やっていこうと思うんですけれども、このマップはですね、デトロイトと似てるんですけれども、非常に、構造が、平面的です。平面的なんですけれども、マップに全体的に高い壁があるんですね。そのせいで、平面的なんですけれども、迷路みたいな感じになっているマップです。基本的には、中央で、上下と分かれていて、こっち側にリスポーンしたら敵は相手が逆側みたいな感じで、上下にリスポーン地点は密集中している感じです。はい、では行きましょう。でね、このマップ、パッと見でちょっと伝わるか分かんないですけど、すごく綺麗なんですよ。なんでね、ぜひね、一度、オフラインでも構わないので、オフラインっていうか、そうですね、プライベートマッチで見れますので、見てほしいマップですね。すごくですね、作り込まれてるというか、綺麗なんですよね。こんな感じです。なんか独特で、なんか、対戦じゃなくて、のんびり回ってるだけでも楽しいかな、みたいな感じです。で、左回りの方で回ってみようかなと思います。基本的には平面です。一面構造でこういう形になっていて、一応ここに屋根みたいなのはあるんですけど、ね、こういう形になっています。で、伝え忘れました。ここですね、こう、1、2、3と縦に3本のラインがあります。ここの真ん中のところは落ちると死にます。これを気をつけてくださいね。ここから落ちると死にます。なので、基本は、この、左側ですね。通っていく。こんな感じで、建物が、普通の壁があるんですよ。なので、平面といっても、障害物がいい感じに配置されているので、結構ですね、入り組んだ戦闘になります。ただ、ダブルジャンプすると、バレまくりますから、ダブルジャンプはあんま控えた方がいいかなという感じです。なぜならですね、スナイパー持ちが大体ですね、あの辺であったり、あの辺とかですね、あの屋根の上とかですね、この辺とかですね、あと、この上のあたりとかですね、いる傾向です、があります。なんでね、そういうのに狙い撃ちされたりとか、マップをチェックしてるやつにですね、狙われますんで、ダブルジャンプは気をつけた方がいいです。やるんだったら、もう、撹乱する動きをするみたいな。結構、入り組んでいるように見えて、見渡しはいいので、気をつけてください。で、こういう形で。なんか上行くのかな？行かないですね。という感じで、3本の縦のラインがあって、それに沿って、こういう形でね、壁がずーっと張ってあるってこと。ここも壁がずーっとある。基本はそんな感じですね。ここに桜があってすごく綺麗なんですけど、基本は、こういう高台とかにいると、敵の位置とかはすごくわかるんですけども、敵から、逆に、上に登ると、ものすごく見渡しがいいので、お互い様って感じですね。という感じのマップです。非常に慣れてくるとそんなに難しいマップではないです。なんかごちゃごちゃしてるマップではないので、ただ単純にこういう形で、遮蔽物が多いので、ショットガンであったりとか結構ですね、サブマシンガンとか戦いやすいです。その代わり、ジャンプするとこう丸見えですから、うまく、このジャンプを使わないで、ダブルジャンプを使わない迅速な移動手段を、して、距離を詰めていくみたいな感じ。で、できれば、こう、裏取りじゃないですけど、敵から見えづらいルートを選択していくっていう感じですね。そういうのをすることによって、結構ですね、相手の裏強をつけます。ただ、強をついた場合、こっちから、じゃあこっち行きましたってなった時、敵はこっち側にリスポーンしますんで、判断基準として、自分がここにいた時に味方がこっち側にリスポーンしたら、敵はこっちにいます。で、
自分がこの辺にいるときに、味方がこの辺にずらっていると、敵は間違いなくこっちにリスポーンしますから、っていうように、このマップは非常にですね、敵のリスポーンが読みやすいです。なので、自分の位置と、何より大事なのは味方の位置です。味方がたくさんいるところには絶対敵は開かないので、比率として、敵の、自分がこっち側に行って敵の比率が多かったら敵はこっちに出てきますから、ですね、そこを判断して敵のいる位置とかですね、読むと動きやすいのかなという感じです。で、ちなみにですね、一応、こっちから向こうまで行くことも可能です。これは覚えておいた方がいいです。ダブルジャンプからの、ですね、なんだっけ、ドッチングで、前ドッチングですね。こっちからと行きやすいですね。こっちからでも一応行けますので、バレやすい、バレまくりますけど、いざという時に非常に使えますんで、で、ミスると落ちますからね、ちゃんといけることを確認しておけば、ちゃんといけますから、こういう形で、非常にですね、ここは覚えておいて損はないです。なので、今回はやっぱりダブルジャンプとドッチングというですね、新要素がありますんで、それをうまく使うことを前提として作られたマップですね。この非常に高い壁が、それぞれをね、囲っていますので、ただ、ここに登ると、こういう形で高台になると全部見えます。まあ、もちろん相手も大体ですね、あの辺にいたりするんですよ。見やすいから。あとはこの辺かな？この辺にもいたりするので、結構ですね、お、なんか、面白いですね。見渡しがいいので、そこだけ、相手にも見られている、こういう上とかに登ると、まあ相手にも見られますよっていうのだけ覚えた方がいいです。そんな感じですね。ここは、非常にですね、わかりやすいマップですが、敵を見つけるのは結構難しいと思います。迷路みたいな感じなので、なんで、敵を、リスクを負ってこういうところに乗って敵を見つけるか、ないしは、敵のリスポーン位置とかから予測して敵の裏をつくような動きをするかっていうような感じ。中途半端にこの辺でうろちょろすると、大体ですね、私みたいなやつがこう、上からバーッと飛んできていきなり撃たれたりします。あ、落ちた。しますんで、中途半端にマップの中央部で戦うっていうよりは、ここは移動して、決め打ちで行くみたいな感じの方がいいですね。他のマップは大体中央部が激戦区になるんですけども、そんなにここはならないです。なぜならやっぱり見渡しがいいっていうのがあるので、どちらかというと上下のこの辺ですね、ごちゃごちゃっと戦うことが多い、印象です。なのでね、ここは下手に中央部でじっとしてると前からも後ろからも攻撃されたりとかっていうのがあるので、迅速な移動を心がけつつ、障害物をうまく利用した戦い方。なのでね、非常にですね、この今作の良さが出る。要するにこの移動ですね。移動次第で非常にですね、面白い動きとかマップをショートカットできたりするので、ぜひですね、このエグゾムーブメントですね、の練習マップにも持ってこいかなと、シンプルなマップなので、と思います。そんな感じでございました。今回はですね、グリーンバンドをお伝えしていきました。こんな感じでですね、ブログで攻略していったりですね、他の動画で攻略動画をいろいろ公開しております。よかったらチャンネル登録をしてみてください。それではですね、最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。